空気の流れと働く力の関係を実験してみましょう。用意するのは電子ばかり、お椀、それから発泡スチロールの薄い板です。これは何でもいいです。板であれば。これらを使って実験してみます。まず、はかりの上にお椀を乗せてみます。その上に発泡スチロールの板を乗せてみます。これにドライヤーで風を当ててみます。このように真上からドライヤーの風を当ててみます。そうすると、はかりに表示されるのがどのぐらいの力なのかを確かめています。まっすぐ真上から風が吹いています。今表示されているのはおよそ33gと表示されています。33gの力が働いているということですが、これは空気の流れを止めるために必要な力になっています。次に発泡スチロールの板を取り除いてみます。お椀の真ん中あたりを目指してドライヤーの風を当ててみます。この時に表示されている重さは47gです。先ほどの板に当たっていた時の33gに比べて大きな力が働いていることがわかります。これはなぜかというと、お椀で受けた風が向きを変えて上に吹いてくることになります。つまりお椀は空気の流れを止めるだけではなく、逆向きに押し返す必要があります。その分だけ大きな力が働いているわけです。